さあ、というわけで寝起きです。アマゾンプライムではかどってますか？というわけでどうも、ガッチャンネルでございます。いやいやいや、先行セール2日目ということで、ちょこちょこと売り切れてるものも出てきてるみたいですね。先行だからまあ置いとこうみたいな考えてるとね、売り切れでそのまんまなくなるパターンもあるし、今回この先行セール初めてのことだから、もしかすると明日明後日の本番の時に、安くなるの？もうちょっと安くなるの？みたいなこともあるかもわからんのやけど、またそれはね、マジわからん。だから今回ですね、ちょっと値引き率の高いやつ、もうこれ以上は絶対無理やろみたいな感じのものをちょっと見ていきます。さあ、というわけで、まず郵便番号出てても、事務所のやつだからご安心くださいね。まず言っとくね。いっぱいコメント欄さ、郵便番号出てます、出てますので埋まっちゃうかもしれない。まず言っときます。はい、というわけで、いろんなものが安くなってきております。ただですね、プライムで、あれ、思ったより安く、値引き率ちょっと今回ひよってね、みたいなやつもね、いっぱい出てきてるのも確かです。例えばね、Fire HD8 とか、8980円で 36% の値引き。比較的ね、この Amazon 製品は値引き率が高い。ただやっぱ以前と比べると、あれひよってきてないかと。比較的値引き率が高いものでいうと、このファイヤーテレビとか、こっち系はね、まだ比較的高め。ただ Kindle ペーパーホワイトとかスコッチ系になってくると、ちょっとねひよってる系ではございますので、もしかするとちょっと高い、安くなったりするのかな、本番になるとね。ちょっとそこは分かりません。はい、そんでですね、いつもよく買ってるものとしては、パンパースおむつセール、お母さん方も大勢買ってらっしゃると思います。ほんで今現在の価格で言うと、5980円4つですね、4つセット。ほんでちょっとしたクーポンがついたりとかもあるんですけども、この5980円4つでだと、ちょっとどうなんかなみたいなね。もしかすると楽天のお買い物セールの方がちょびっと安いのかなと思ったりするけど、この定期お得便で5000円になってくると、まだちょっといいかなみたいな感じで、やっぱりね、その価格の見極め、そこら辺は他と比較しての大切な部分になってくるんじゃないのかなと思います。値引き率だけで全てを見てはいけません。直前に高くなってくるっていうやつもね、してすごい値引き率があるように見せてくるっていう業界もありますので、お気をつけください。ちなみにね、これキーパってやつ入れると、こんな感じでね、価格のやつがね、どんだけ値段が下がったみたいな感じのも見れるようになっております。これキーパーってアプリね、よくね、転売屋さんが使ってるやつでございます。そんでまず最初ちょっと見てみると、はい、じゃじゃーんと、ここら辺もね、値引き率がね、やや低めなんですよね。スイッチボットさん全体的に 20% 前後、元からね利益を取ってないのか、もうこれ以上の値引きがねマジ無理なのかも分かりません。比較的ちょっとパーセンテージが高いもので言うと、スマートプラグっていうのがね、これ 24% 引きということで、これ場所によって使うところによってはね、あるとすごい便利なものになります。あとね、電気代どんぐらい電気使ってるかも、これで見ることができるようになってるという優れもの。だから将来的に電気代を気にしてどんどん安くすることができるかも分かりません。ほんでちょっとね、ロボット掃除機オタクとして気になってるのはこちら、ロボット掃除機のやつで、元々の価格がね、安いんですけども 20% 引き、ちょっとこれ微妙な値引きにはなるんだけども、一番小さいです。だから細かなところに入り込むことができるロボット掃除機ということで、かなり付加価値が高いんじゃないのかなと思ってます。他にも、そうですね、 PC 系ということで、これは 26% 引き、まだちょっとね、値引き率もまだ甘いんだけども、利益率がね、そこまで高くない分野なんじゃないのかなと思います。比較的ね、 26% 引き、 27% 引きばかりになってくるんだけども、これ今回いいなと思うのが、Type-C でつなぐだけで映像出力なんかもできるようになってるということで、ベストセラー1番ということで大人気のものになっております。最近うちの方にもね、また1人メンバーが入ったということで、これ1個ぐらい買っておこうかなって今ちょっと考えている。あると便利なんだよね。そしてやっぱりこのアンカー改めて見てみると、比較的やっぱね 20% 前後っていうのが多い。やっぱりね、この季節的なものっていうのは割引率高い傾向がございまして、やっぱりね、昨日も紹介させていただいたこの冷蔵庫マイナス 35% ということで、これね、うわ、これいいな、夏いいなみたいな、10万ぐらいで購入された方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。おいおい、 35% 来たかと、そういうものです。夏の時期に安くなるんです。ほんで最もアンカー市場値引き率が高い商品何なのかというと、これなんですよ。マイナス 41% ということで、もうマジで力を入れてきているアンカーがね、もうこれがダントツのナンバーワンの値引き率のやつで、今買わないといつ買うのっていうのがポータブル電源になっております。99,900円とね、比較的高くはあるんだけども、やっぱり元値がね、169,990円よ。90円か。とにかくこれはね、間違いなくお買い得。私ポータブル電源もね、相当なマニアなのでいっぱい持ってるんですけども、これはおすすめの商品になるんじゃないの
のかなと思います。さあそして、値引き率 30% ということでちょっとランクインしてきたのがこちらでございますね。アンカーのメイク M5、 これも自分基本的に自分所有してるやつばっか紹介してるような感じになってきちゃってるんだけども、これ一時期あの転売屋もいっぱいいて20万ぐらいで販売されていたものになります。まあ9万9900円なんだけどね、本当に1、2ヶ月手に入らなくて、それが今回のプライムデーのセールでなんと69,990円、安い、これは安い。これポイントで言うととにかくめちゃくちゃ早い。あとねやっぱりこのアプリとかそこら辺の操作感もねすごくいいです。で出来上がった造形物なんかもすごくいいです。いやこれ69,990円はね安いよ。そんで同じく、30% 引きということでこちらがですねアンカーユーフィーの体重計でございます。私今現在家ではこれを使っておりまして3990円でダイエットのすごい助けになるということで購入いたしました。ただそれが3990円から2790円、たったそれだけで、しかもアプリの出来がすごくいいから毎日楽しく体重を測ることができます。使い方で言うとスマホのアプリですね。毎日アプリを開いて体重計に乗るだけというものでございます。自動で記録されて、これから、ちょっと体重を落としたいという方体重計は必要です。毎日体重計乗るだけで意識が変わりますということでこれはおすすめしておきます。マジでいい。さあそしてこれはね値引き率 30% でこれも力を入れてきているユーフィー、要はですね鍵とかにつけておいてピピピピピピとか場所がどのあたりにあるかをある程度教えてくれるというトラッカーになります。もちろん財布の中にも入れておいていいし、私の使い方で言うと鍵につけておく、車の鍵ですね、そういったものになります。家の鍵とか車の鍵とかそういったものにつけておくと、あれどこ行ったっていう時にだいたいこの場所だみたいなね、どっかに置いてきたらその建物の位置とかわかるし、自宅だったらそれピピピと音を鳴らすことができるようになっております。これによりなくし物が基本的にゼロに限りなく近づくというもの。あとですね探し物する時間がですね劇的に少なくなります。そしてもう一個紹介したものがあります。はい、じゃじゃーんと、こちらですね薄型のものということで、これはね財布の中にスーッとカード2枚分ぐらいの厚みかな、スーッと入れておいて使うものになります。先ほどのものと比べて電池交換がこれできません。 2,3 年ぐらいだったかな寿命なんだけども、財布なくした時にあれどこに財布置いたっけ、ああ。スマホで見ればいいじゃんみたいな形で探すことができます。先ほどと同じようにですね音を鳴らすこともできるから、近くにあった時にピピピピピピと音が分かるようになります。そんでですね私の友人も海外でねすられたっていう経験があるみたいな、ほんで財布を探して1日がなくなってしまったとね、旅先の貴重な1日がですよ。ただこれをつけて財布をすられればその犯人と共に一緒に行きますので、すられたっていうのが、分かります。どっかすぐポイされるんだけどね、中身抜かれてね。はい、なので海外に行く時なんかもすられたすられてないのタイミングがすごく分かりやすい。もちろんですね取られて何分か経ったりするとねピピピとあのスマホの通知が出てきて離れましたよみたいな感じの通知を出すことなんかもできるようになっております。だからこれからですね海外旅行とか行かれる方、例えばスーツケースの中に一つ先ほどのトラッカーを仕込んだりとか、そして財布の中にこれを一つ仕込む、たったこれだけで安心感が全然違うんじゃないのかなと思います。そしてちょっと紹介すると、まあ、20% 前後が本当多くてですね、こんな感じでアンカー325マグゴーバッテリー、これ私よく使ってるものではあるんですけども、まあ、無接点充電でほとんどのスマホが充電できるようになっております。いや渋いなと、マイナス 20% 渋いなみたいな。ただ他のもので見てみると決してね他のメーカーをディスってるわけじゃないんだけども、じゃじゃーんと、はい、マイナス 46% 引き3280円、さっきみたいな感じになっちゃうかもしれませんけど、どっか性能いいところあるのかな、ちょっとねそれは分かんないんだけど、まあまあ似たようなね、まあ、仕様なんだよね。まあ、マイナス 46% 引きということで、もともとが6000円、ただアンカーさん元からがね少し安くて3990円ということで、値段もねさほど変わらないというか、アンカーの方が安いぐらい。なんか変なマジック買ったりするのかな。ここら辺通年で安い時の時期もあったね、なんかセールの時かなこれ。いやセールにしては長いな。4286円が5000円に上がったりしてて、チェンってまた下がったりとかということで、結構ねこの価格での値引きマジックみたいなのもちょこちょこあったりするので、これやってるかどうかわからんけど、ちょっと怪しいなっていうのをきな臭さを感じたりするんだけどね、ちょっとこういったものもありますのでご注意ください。でもベルキンを私今まで何回も買ったりしてるからね、
特別悪い印象は今のところない。そしてね、CIO さん、こちらなんかはやっぱ値引き率比較的ね高めのやつが大きいなということで、ほんでまあもちろんそこまで値引きされてないやつもあったりするんだけども、値引き率の高いやつだけ相当して、私の方でめちゃめちゃおすすめっていうと、昨日もちょっと紹介させてもらったこの 65W のやつなんかはね 40% 引きで3980円、めちゃめちゃ小さいです。ただデメリットとしてしっかり充電するとね熱いっていう、信じられないぐらいやっぱ熱いなっていうことはねやっぱある。やっぱ小さすぎるからちょっと無料してるところはどっかしらあるんじゃないのかなと思うんですけども、ほんとに 65W なのこれっていうぐらいの大きさでございます。ただ個人的にはねこの 45W のやつ今手に持ってるんだけども 33% 引きということでね、まあ価格もまあ安いっていうのがありますので、うん、普通の外出だったらこの 45W で十分でございます。さあそんでね、先日ちょっとタイの方に行かせてもらったんですけども、 TCL の商品なんかもちょっと見てみると、ほんとねアホだねっていうぐらい、55インチ 4K 何度価格 59,280円というものでございます。まあそのハイセンスか TCL かみたいな感じでコスパ番長的な位置におります。今現在我が家もですね2つ、TCL のテレビが仲間入りしたということで、今度ちょっと別荘計画とかいろいろやる予定があるので、ちょっとそちらの方に持ってって取り付けなんかしていこうかと思います。いやこれええよな。そしてルックルーゼということで、これなんかの値引き率ね、やっぱりプライムデーの時にめちゃくちゃ安くなるんですよ。普段ねやっぱそこまで値引きされてなくてマイナス 45% ということで 19,312円、いやめちゃくちゃ高いなって思うんだけど、これでもでも元値がね35,000円ということで、すごいお得な感じ、いいよね。これめちゃくちゃ重たく、食洗機対応なんだこれ、めちゃめちゃ重たくってね、コトコトと美味しいものが煮込めるといったものになっております。あとねこれで煮込むとなんか知らんけども美味しく感じるような気がする、そんな一品でございます。これ安いよね。ルックルーゼ買うならもう今がチャンス。そして全く関係ねえんかもしれんけど、個人的にあめっちゃいいじゃんっていう、私もこれたまに使っている赤外線のサーモグラフィー、まあちょっと簡易的なものにはなってしまうんだけども、それがマイナス 38% 引きということで 17,810円。ほんでこれ今現在ライトニングの端子のものになってるんだけども、これタイプ C のものもねあるんすよね。あったタイプ C も同じ価格で販売されてるね。ということで、これ38% 引きということで、今現在考えられている方おすすめでございます。ちょっとこれ新しいやつになるのかもしれないな。お祝い、いやお祝いはいらんか、1個で十分。そして値引き率番長ということで、よくツイッターのタイムラインに上がってきたのがルンバちゃんでございますね。これルンバちゃんなぜ安くできるのかというと、アイロボットですね、確かアマゾンに買収されたとかで、今後ルンバがねどう変化していくのがすごい注目ポイントではございます。なんでこれがなんとマイナス 49% ということで6万1560円、普段がね12万円近くするんだ。はい、ここら辺購入されてる方非常に多いんだけども、いやでも本当アンチルンバーになりつつあるからね、私もこれ持ってるやつはルンバ i7 はね、うん、ただ今後のルンバにすごい頑張ってほしいのはね、要はセンサーの充実、そこですね、マッピング性能とかそこら辺を、もっと良くしてほしい。あと水拭きできるやつもあるけども、全体的にやっぱ価格が高めのものではあるので、それなりにその昔からのやっぱルンバってみんなの一番の有名どころで、ロボット掃除機といえばルンバっていう方非常に多いと思うんですけども、最近のね他のメーカーの追随がやばすぎるということで、はい、もう今回もついでにね、はい、こちらこれ 38% 特にエコバックスでも値引き率高いやつ 43,450円ということで、これゴミも吸い出してくれて、マッピング性能もさっきのものよりかもはるかに上、マッピング性能、それでいて水拭きもできるといったものになっております。ただ見た目のデザインで言うとね、こっちのルンバの方はまあ確かにかっこよさはねあるかなっていうのは間違いないかな。うん、まあ、ただ白物家電ということでね、端っこに置いといてもいいのかなというデザインではあります。ほんでマイナス 38% 引きだけども、カズコードみたいなコードがあると、カズ CH38 やったかな、23が23、それをやることでさらに 2%、はい、値引きかポイントがね、なんかつくみたいなのがあったかと思いますので、もし購入される場合はそちら使って購入のほどよろしくお願いします。これはね安い、初めての1台にいい。それでさらなる上を目指したい方はね、こちらでございますね。こちらなんとモップで掃除機をかけるやつ、これが 99,800円ということで、これもねカズ CH23 コードが使えるようになっております。少し安く購入できるということで、これ10万円ですよ。値引き率 33% で、ほんでまあ元々の価格もね結構抑えめ、15万円でこんだけ入れちゃったよってやつで、これは本当に安い。本当にね部屋が綺麗になる、家のベタつきがなくなるといった製品になっております。
これはええよな。なのでロボット掃除機を購入される方、個人的には普通にこの最初の1台なんとなくっていうことはこれ、ほんでさらに家きれいにしたいんだよなっていう方はですね、こっちの方をおすすめしておきます。ただちょっとデメリットで言うと、畳のところがねちょっとセンサー関係が怪しいんだよね。海外のメーカーだから畳のあれをねちゃんと読んでいないっていう傾向があるので、ちょっと動きが不安定になります。だから畳多めな家だとちょっと注意が必要っていうのはございます。そしてこれ、おちょっと前庭でホームシアターみたいな感じで紹介させてもらって、いやめっちゃ安いよねって、5万円ぐらいでこんでいけるんだっていうのがもうバカですこれ2万5000円はこれさすがにね利益ねえよって、送料込みだからね。しかもここの、Amazon の手数料 10% ぐらい取られるよねこれ。利益どうなってんのっていうぐらいのもので、こう2万5000円気軽に庭でちょっとなんか楽しみたいとか壁に移して楽しみたい、これ以上のやつ多分ないと思う。2万5000円はバカですねこれバカになっております、バカ価格。しかもこっちだとどういくらだ、2万円切ってきました1万9000円。いやこれバカだな。まあ、こっちのコンパクトでいいんだけども、もうちょっとね音とかその安定感っていうと、こっちの2万5000円の方がちょっと本体サイズ大きくはなるけども、おすすめではございます。これやばい、価格がマジアホ。ほんでアンカーのやつなんかももちろんあったりするし、これはねさらにハイエンドのものでレーザーのやつですね。元がね25万でレーザーでっていうことではこれ結構こう安いんですけども、まあ、28% 引きということで、さらなる上のやつ、これ釣り岡ね、あっこも持ってます、はい、使ってるものです。とまあ本日こんな感じで、足早に紹介させていただきました。いやすごいね、はい、ロマンですね。特にやっぱ区画がね壊れてるって思うのが 50% 引きの最後のやつなんかね、もうほんとバカだなっていうぐらいの価格でございます。もしですね今回の安いやつ、結構おすすめのものばっかりだと思いますので、安くておすすめ、中華製品の謎のマイナス 60% あんなもん信用したらダメだからね、うん、結構おすすめのやつを網羅してみました。明日からまた本番がやりますので、また新しく安くなってるものいろいろあるんじゃないのかなと思います。皆さんもね良い散財を、ゴミを買わないようにね良い散財を心がけください。というわけでまたお会いしましょう。じゃあね。